やっぱ結構こうローリング入ってくると足がパーンと開いてしまうわけですね。こんにちは、小井貴です。本日の動画はこちら、背泳ぎのコツ、足の使い方についてご紹介をさせていただきます。それでは動画の方をご覧ください。はい、それではですね、背泳ぎの足の使い方についてご紹介させていただきます。背泳ぎのね、キックっていうのは、まあ、すごくこう打っていくわけではないんですけども、まあ、ちょっと僕の方がですね、ちょっと足首結構硬いんで、ちょっと映像でやっていくとなかなかね、うまく動いてない部分がありますけども、まあ、意識してほしいいただきたいのは、この蹴ってる時にこうもう少し進めてもらいましょうかね。この蹴った時に、今ちょうどストップです。今ちょうどこの大あたりですね、膝のところの部分がこう開いていかない。でやっぱ結構こうローリング入ってくると足がパーンってこう開いてしまう方がいるんですね。でやっぱここ開いてしまうと、どうしてもこう体が、ローリングが大きくなってスムーズにいかないので、しっかりと手が入水した時にこの動きですね、自然と体の動きでちょうど足の今ここがあるように大きく開いていかないことを少し気をつけてあげると抵抗が減ってきますので、まあ、そのあたりですね、ローリングした時に足が開かないということをね、気をつけながらやっていただけたらいいかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、どうだったでしょうか。この森塾はですね、もう今ですね、まあ、400本以上の動画が上がってます。ですので、トップページに行っていただきますとですね、今までの過去の動画も見ることができますし、マイチャンネルを登録することによって最新の動画がアップするのが皆様のメールだったりにですね、届きますので、新しい動画とそして過去の動画の部分というので、皆様が一番やりやすい動画を探していただいて、そして自分に合ったね、英語そしてヒントをもとにですね、森塾の動画を使ってくれると嬉しいと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。